はい、中小企業をソーシャルメディアで経営力アップさせます、株式会社ハチエンの坂田と申します。今回はですね、 YouTube の動画について再生時間が大切ですよっていう話をしますね。YouTube の動画、まあ、初心者の方は多分ですね、再生回数が大事だと思われている方が未だに多いですね。で YouTube、明言してますよね。YouTube ではですね、再生回数で再生時間の方を今、判定の基準としているって言ってます。でも例えばですね、この A という動画30秒しか平均で再生されてないで、そうすると3000秒ですよね。でもう一つ B という動画がありました。で B という動画はですね、300秒再生されてますから、20回しか再生されてませんね。そうすると回数だけ見ると100回と20回ですから、はるかに A の方が優れているんですが、ちゃんとね、300秒要するに5分ね、見られている、じっくり見てる人が多い B の動画の方が6000秒なので、YouTube の、ね、検索した時とかおすすめ動画とかで出てくるのは、実は B の方の動画の方が出てくるっていう話になります。つまりね、YouTube の動画っていうのは見続けられないと意味がないですね。よくありますよね。見ました、何やこれつまんねえなって言ってね、10秒ぐらいでピシッて消す動画ありますよね。あれ、たとえ、ね、タイトルとかなんかね、いろいろ引っ掛けみたいなやつでね、見てもらってもね、もう5秒10秒で何やこれって思ってすぐ閉じられてる意味がないんですね。とにかく再生時間を稼がなければいけないっていうのが、YouTube の動画の基本です、ね。見られるためにはどうするのって話なんですけど、まだね、誰も手をつけてない動画をやるっていうのが実は一番いいんですね。もうまだ誰もやってない動画ですから、実質ね、あなたが初めて動画をアップします。そうするとその動画っていうのはね、なんか検索された時とかっていう時にまず最初に出てきますよね。でまあ内容つまんねえかどうかわからないですけど、とりあえずね、まあ、検索とかね、おすすめの方が出るから見ちゃうじゃないですか。で、まあ、再生回数が上がっていく。再生時間も上がっていくってことですね。まあ、ライバルがいないから強い。っていうことですよね。もう、それに、キーワード的に言うと結構ね、もうあるとか、ライバルの会社がもうね、動画アップしてると。ね。じゃあ、それをね、後から抜かなきゃいけないっていう場合はどうするか。っていうことなんですけど、これはですね、定期的に再生される仕組みを作ることです。YouTube の動画っていうのは大抵ですね、こういう再生回数の経緯をめくります。最初はね、アップします。で Facebook とかね、ブログとかに書きます。そうすると最初はね、再生回数でですね、出て、あとはもう下がっていく一方で、あとは一時といくという形が一般的ですね。でじゃあね、最初にもうね、走ってる動画がいて、ね、もうこういう感じであります。で、再生時間ある程度稼いでますから、その動画優遇されます。じゃあ、その動画を追い抜くためにはどうするべきかっていう話ですよね。後発でね。で、スタート、この辺からスタートします。で、当然ね、ポンと出てる下がりますが、で、ここから下げないことです。ここからね、維持する。そうすると、まあ、累積で時間数がそのうち追い抜きますから、そうするとね、あなたの動画の方は、検索で上に来たりとか、関連動画で、表示されるようになります。で、これね、ここの維持するためのポイントは、まあ、再生される仕組みなんで、ホームページに貼る。ね、ホームページに貼ると、定期的に見る人がいますから、再生時間が、稼げますよね。あとは定期的にね、Twitter とか Facebook とかっていうのね、まあ、一定の間隔を空けて、まあ、配信をしてちょこちょこと見てもらうようにするということで、 YouTube は再生回数じゃなく再生時間です。で再生時間で優位に立つことっていうことをね、
結果として考えなければいけないですので、まあ先ほどありましたよね、まだね再生時間そのものがないキーワードでの動画か、もしくは定期的に再生される仕組みを入れてあなたの動画が出るようにするということが大切です。8時こんな感じで、ね、どんどんノウハウいっぱい配信してます。ひらがなで8円で検索をしてください。 YouTube のチャンネル登録も、大歓迎です。お待ちしております。以上、ソーシャルメディアで中小企業の経営力をアップ、株式会社8円ソーシャルマジシャンの坂田誠でした。では